支援に関しまして、県民はじめ多くの皆さんに多大なるご迷惑をおかけいたしました。心から深く深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。毎月8万円不正に受け取っていて、私的に使用した部分が一切ないんですか？正確には7万円ですけれども、政治家個人としての活動以外の私的な部分について使っていたということはございません。私に使っていないというのはやっぱり無理があるのではないですか？結果的にはそうですけども、私に使っているもの、自分なりに今考えてみて、そのじゃあ自分が何か使っているのかというふうな、お金も特に決まったものもございませんし、飲食に多額を使うということもほとんどございませんし、はい、8万円のうち1万円しか支払わないで、1万円は野川さん個人に入るわけですよね。はい、その状態分かっていながらなぜ放置してたんですか？私としてはあくまでも、自分勝手な解釈ですが、対象者から援助してもらっているというふうに理解しておりました。これはこの部分が一番わからないんですけど、対象者からの援助ってどういう意味なんですか？対象者から政治資金として提供させて、提供していただいていたという認識であります。1万円にさせてもらえないかという申し出をしたのは野川さんからなんですか、それともその先方の方からなんですか？いや、私からでございます。でその際にその先方の方、事務員の方はどのような形で納得した形になったでしょうか？やはりその週3回と申しても、曜日も最初から設定してなかったし、その週3回来られても私がいないときに、来て仕事をするということもなかなかできづらかった面もありますし、実態としてはやっぱり、なかなかお手伝いしづらいという事情も当該者自身が分かってて、その私の話に応じてくれたんだというふうに思っております。政治資金として使わせてもらいたいというふうに申し上げたのは、プライベートで別に使うわけではないという意味で、公人として政治活動の資金として使わせてくれと、そういった意味で申し上げたというふうに記憶しております。相手がどういうふうにお話ししているか、どういうふうに思っているかということを確認してはいないのですが、私自身名義貸しということではなかったし、実態として全くお手伝いも何もない人ではなかったので、自分の都合のいいように解釈してしまいました。これから県議会事務局と話をして返還したいということですけれども、はい、これいつ頃までにもう返したいというふうに本人、野川さんご自身は思われているでしょうか？どういう扱いになるのかという細部の詰めまでまだ行っておりませんが、記録の残る分については納付書を早急にいただいて、それに対しては即刻お支払いをしていきたいと、記録のない部分についてはどういう形になるのかということも含めて今後相談させていただきながら進めていきたいというふうに思っております。それは それはもちろんその当時の認識としてはやっちゃいけないことだなという認識はございました。やはり議長まで経験した人間がこのような行為をしたということは恥ずべきことだというふうに猛省しておりますし、
なかなかやっぱり政治家の活動というのは公の部分私の部分分けることが難しい部分というのもありますし、そこを線引きしてということになるのはやっぱり政治家個人個人としての自覚、私の場合は自覚が本当に足りなかったというふうに思っておりますし、やっぱりそこに待たなければいけないのかなというふうに思っておりますし、自分としてはもう身を引く身として私のようなことを絶対しないでくれというふうに後輩の皆さんには申し上げたいというふうに思っています。本当に申し訳ありませんでした。